バイオニクス不評戦闘車。武装の違いにより、バイオニクス25とバイオニクス40、50の2種類が存在する。1991年にシンガポールテクノロジーズキネティック社がシンガポール陸軍からの要求に基づいて開発を開始。試作車両は1995年から1996年頃に完成したと言われ、1997年から量産を開始し、 シンガポール陸軍へ派生型も含め500両が納入された。バイオニクスは、車体と砲塔が圧延防弾鋼板の溶接構造で、車体は、低平な箱型をした、不評戦闘車としては、一般的なデザインとなっている。防御力も、不評戦闘車としては、標準的なレベルであるが、必要に応じて増加層甲板をボルト止めでき、 さらにドイツのアイブド射製爆発反応装甲を装着することもできる。車内配置も標準的なもので、車体全部右側に操縦室、全部左側に機関室が配置され、車体中央部が全周旋開始砲塔等を搭載した戦闘室、後部が兵員室となっている。エンジンはアメリカのデトロイトディーゼル車製の6 v 9 2 t a a 液 V 型6気筒ターボチャージドディーゼルエンジンを搭載。変速機には、ジェネラルダイナミックスディフェンスシステムズ社製、HMPT-500 から 3EC 自動変速機を装備し、路上最高速度は時速 70km で、10秒で時速 32km まで加速できるため、機動性は他国の不評戦闘車と遜色ない性能になっている。これらの動力装置は、 アメリカのユナイテッドディフェンス社が開発した M8AGSK 戦車と同様のものである。また、不評戦闘車としては珍しく、油気圧式サスペンションを採用している。バイオニクスの武装は、バイオニクス25とバイオニクス40、50とで異なっており、バイオニクス25は、左側に社長、右側に報酬が位置する大型の二名用砲塔に、 マクドネルダグラス射程 25mm 機関砲、M242 と、同軸及び対空用に 7.62mm 機関銃、M240、砲塔両側面に、SDS-93-76mm、スモークディスチャージャーを装備する。バイオニクス40-50では一名用砲塔に 40mm、自動的弾銃と同軸の 12.7mm 銃機関銃。 M2 を装備する。なお、車体後部の兵員室には、バイオニクス25で完全武装の兵士7名、バイオニクス40、50で完全武装の兵士9名が登場でき、兵員室の上部左右には 7.62mm 機関銃を装備できるピストルマウントが備えられている。バイオニクス 25-25mm 機関砲、搭載型。 バイオニクス 230mm 機関砲搭載型。バイオニクス40、50、40mm 自動的弾銃搭載型。バイオニクスアベルブ加強車両型。バイオニクスアーブ走行回収車型。ありがとうございます。